ドジャース・ホーンズビーとペット・ウィリアムズが2度3冠を獲得している。ウィリアムは1942年と1947年、ホーンズビーは1922年と1925年に3冠王となった。メジャーリーグベースボールにおいて3冠とは、1シーズンに3つの特定のカテゴリー全てで、リーグトップの成績を収めた選手が得る称号。 三冠を達成した選手は三冠王と呼ばれる。一シーズンで打率、本塁打、打点でリーグトップとなる成績を収めた選手が三冠王と呼ばれ、勝利投手、脱三振、防御率でリーグトップの選手は投手三冠と呼ばれる。一般的にアメリカンリーグ、またはナショナルリーグの一つのリーグで三つのカテゴリーがリーグトップになったとき、三冠は適用され、 トップタイ記録でも適用される。両リーグで3つのカテゴリーがリーグトップになったとき、MLB 三冠と呼ばれることもある。一般に三冠とは打撃指標を指す。1シーズンで首位打者、最多本塁打、最多打点をすべて達成した選手が三冠王と呼ばれる。この用語は投手と区別する場合を除き、打撃成績を示す。 打者三冠という呼び方はされない。三冠は高く安定した打率を維持し、長打力があり、走者が塁にいる時の勝負強さを持っている。その打者が打撃技術において総合的に優れていることを表している。しかしそのような選手であっても、簡単には得ることができない、珍しい記録であるり、100年を超える歴史の中で17回しか達成されていない。 最新の達成者は2012年のミゲル・カブレラであるが、これは1967年のカールやストレムスキー以来45年ぶりの記録だった。ESPN の野球記者、ティム・カークジャンは、打率や超打率に特化した選手が増えたことにより、三冠達成が困難になったのではないかと分析している。これまでの三冠の最多獲得の記録は2回で2人が達成している。 ロジャース・ホーンスビーが最初の達成者で共にセントルイス・カージナルス在籍時の1922年と1925年に三冠王となった。テッド・ウィリアムズが二人目の達成者で1942年と1947年に三冠王となっている。チーム別で見るとセントルイス・カージナルスが4回で最多となっている。ホーンズ・ビーの2回に加え、 セントルイス・ブラウンズ時代のティップ・オニールが1887年に現在消滅したアメリカガソシエーションで三冠王となった。最新では、ジョー・メドウィックが1937年に獲得している。引退して5年経過の条件を満たしていない現役選手のミゲル・カブレラを除き三冠王となった14人のうち12人がアメリカ野球伝道入りを果たしている。 クレートン・カーショーとジャスティン・バーランダーは2011年に両リーグから投手三冠となった。1924年以来87年ぶりの記録だった。1シーズンで最優秀防御率、最多勝利、最多奪三振でリーグトップとなった投手は投手三冠と呼ばれる。投手三冠は打者三冠ほど稀ではなく受賞者はこちらの方が多い。 投手三冠はこれまで38回達成されてきた。一人の選手による達成回数最大は3回で、これまで3人の選手によって達成された。ピート・アレクサンダーは、フィラデルフィア・フィリーズ時代の1915年と1916年にシーズン連続達成し、シカゴ・カブス時代の1920年に3回目を達成した。アレクサンダーは、 唯一複数のチームでの投手三冠達成である。ウォルター・チョンソンは1913年、1918年、1924年に達成。最初で最後のワシントン・セネタースでの達成者となった。サンディー・コーファックスはロサンゼルス・ドジャースの黄金期の1963年、1965年、1966年に達成。 すべてメジャーリーグ投手三冠であった。コーファックスは3度目の投手三冠を達成した。その年に引退を発表した。複数の投手三冠を達成している他の投手は、クリスティマ・シューソン、レフティ・グローブ、レフティ・ゴメス、ロジャー・グレメンスの4人が2回ずつ達成している。達成者の1人、ルイビル・カーネルズのガイ・ヘッカーが1884年に現在、 消滅したアメリカンアソシエーションで唯一、当主参観となっている。電動入り有資格者の24人のうち18人がアメリカ野球電動入りを果たしている。最新では、ペドロ・マルティネスとランディ・ジョンソンが、両者とも有資格者年度の2015年に電動入りを果たしている。当主参観の最新の達成者は2011年のクレイトン・カーショーとジャスティン・バーランダーである。 1924年以来のアメリカンリーグとナショナルリーグ両リーグからの達成者となった。反例 AA、アメリカガソシエーションに NL、ナショナルリーグ AL、アメリカンリーグ1バイト、1類で2バイト、2類種3バイト、3類種、LF、左翼種、CF、中堅種 RF、右翼種、オブ、外野で2012年に三冠王となったミゲル・カブレラ。 1967年以来の達成者だった。ピート・アレクサンダーはナショナルリーグで3回投手三冠となっている。2つのチームで達成した。ウォルター・ジョンソンはアメリカンリーグ・ワシントン・セネタースで唯一の3回投手三冠を達成。サンディ・ー・コーファックスはナショナルリーグ4年間で3回の投手三冠を達成した。ありがとうございます。